自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って。どこ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。式は無事に終わったわね。それにみんな新たな、その可能性は二人がブローニャを認めて、もちろんいたに決まってる。彼女は私が隣に、当然でしょ。離れる。ああ残念。もっと時間、無理だなんて言わないでよ。
一歩一歩、泥に足でも、もしこのことを教えてくれた。これは知る人ぞ知る。誰？ノックもせずに入ってくるなんて、レッ、ああ、あんただ。また会いましたね、お姉さん。クララってば、本当に可愛いんだから。いやいや、違うでしょ。写真を撮る？写真を撮る。おいで、クララ。なあ、あん、まあいっか。もうここ、わかった。ありがとう、セーバ。時間があれば、ま、次はゲ列車に戻ってからに。やだ、だってこの前はゴ、ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼稚、それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の終わりには、君を悩ませてきたすべての謎が解き明かされるの。そうですよ。あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたからよかった。請求列車の方々は、僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？あ、あ、いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン？あ、はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみに。のこの物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんで
いただけたでしょうか。もしそうでないのなら、ああ、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。おはよう。よく眠れた。うちは元気。え、何それ不吉じゃん。カレンダーを見てみようよ。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。うん、届いてたよ。それじゃ、荷物とお土産をし。寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちって優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。三人ともお帰りなさい。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちが。休んだりしたら刺激的な大冒険。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリーロ6でパムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に、一刻も早くここを離れるべきだと考えている。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるというか。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常、あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない踊り。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここで。俺は部屋に戻る。こうは相変わらずか。開拓が終わるたびに。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。あ、そういえば大守護者とのあんたたちがいない間に私と。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼児ちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。あー、すっごく楽しみ。列車は開拓の運命を歩みながら、宇宙は果てしない。私、あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な孫悟という強い執念のもと、ベロブルあの大守護者カカリアはおそらく完全に、その結果クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれ。大したことじゃないわ。
私とベルトは仲間なら助け合うのは当然。特にそれならはっきりしてるわ。私の分析と推測から考えると、あの愚かな人であると同時にかわいそうな人でもあると思う。もちろんいいわよ。それに関してはベルト、正直とても難しい。報告によればベロブルグの新たな守護者は真の通ったス、彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも宇宙に潜む無数の脅威に対して性格を破壊することは不可能に近いの。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えて列車にできるのは性格を、でもこの星の人々が一息、どういたしまして。それ初めての開拓の旅が喜びや苦しみ、充足、どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。おそらく以前メッセージで送ったように性格がヤリイロシックスに与えた影響はあまりにも、しかし勝利の点、希望を見くびってはいけない。色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。そうか、君たちは正しいことをした。無知、今でも覚えている。常日頃から常識を凌、これこそが平凡で偉大な惨禍だ。本当は君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。姫子は俺と違って終始冷静。彼女に君との会話は得るものが多い。車掌さん、たった今。し、正規の安定率の測定中じゃん。邪魔をするでない。ちょっと、空間パラメータ、正規の安定率、運行環境が式1に達した。発射を許可する。二人とも、よお前たちのおかげで空間の異常は、列車の車体もこの俺が隅々まで点検。気にするな。ヤリイロシックスには珍しい特殊技も忘れたら許さん。次の目的地は航路海域で、ワクワクしながら待って。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ、空間の異常が再び発生する前に急いでここを、安全のため全ての乗客は、せ、所長って本当に大変な仕事ね。何しろレギオンの騒ぎが終わったばかりだっていう、これがヘルタの社風なんでしょうね。ヘルタはここの管理なんかしていないね。この件、そうね、私たちには関係のない噂だけど、ちなみにこういうことはすぐに解決できるわ。これ以上話が、何を言ってるの。そこまで、私にはこの、その友人が私自身ってオチはない。ただ彼女は何でも知ってるから、ひょっとしたら、でも実は彼女の本名を知らないの。列車は間もなく運転を再開し、やり、
将軍様。この後、かの者をちゃんと見張っておく。は。私を覚えているか。ああ。人は五人、代価は三つ。ケイゲン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人、代価は三つ。その中の一つは貴様だ。少し待て。ほら、言ったでしょ。絶対に待って。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝た。車掌さんからの伝言、航路会議がもう。うちらは先に行こう。潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。ああ、大丈夫。炭鉱の状況は、ヤリイロ6での開拓は人らしくないわね。体内のせい、もう少し待ってちょうだい。次の停車駅の情報は、まだヤリイロ6での冷たこの旅を楽しんでいるようじゃな。昔々この列車は七死人を乗せて星々をめ準備ができたら戦闘準備ができたら戦各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表する。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、ダフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。てあまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金を。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタは宇宙で最も危険なものを追っているね。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ。でも君たちは知らないでしょう。その先週が今君、それにシステム時間における40不慮の災難でね。そう思う。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。言いたいことがあるのなら、は簡単に言えばその性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなのだち。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから。
性格の確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの性格、私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに勇敢な開拓者であり全あんたの仲間ジンと、それに関しては教えられないわね。座標はここにある。全く異なる目的を持っているように見えても群生はやがてその軌道を壊す。美月ちゃん、タンクを呼んできてちょうだい。は部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒。あんな偶然起こるわけないよ。性格が暴発し、ほんと腹立つよね。勝手にこのタイミングでなんでそんな責任感に。そうだ、さっき炭鉱に。はっ、やっぱりあんたは性格ハンターの言うことを聞くと思ったよ。俺が遅れてしまった時に限って問題が。ああ、美月から聞いた。俺の記憶の中の選手。大丈夫？タンコ、美月さんから話。問題ない、状況は理解。よかったわ。じゃあ性格ハンターによると先週ラフで、でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。そこで先週に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。3、2、1。3対2、賛成の方が多いわね。先週に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったらうちらが青春に行かないと何の罪もない人が犠牲になる。その辺にしておいてやれ。ナノガは普段からそ。どうする炭鉱。ああ、今回はじゃあ今回の開拓の旅は。ああ、ま、目標青春へ出発。まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。先週人にとってはこの先週が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかご。だが長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることも数えるほどしか見たことはないが、今炭鉱本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。ようこラフクを接続了するまでお待ちください。お待ちください。どうしたんだ。信号が繰り返されているだけで停泊場所は。性格ハンターは誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。
ください。まだ自動信号なのか。そうよ、ずっと繰り返してる。魚介今開けてみます。先週同盟ラフ批評して遠方。あれ、ちゃんとしたパン。いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう、姫子。大丈夫よ、それに炭鉱もいるわ。出発前の準備を忘れずにするのよ。出発する前に今回の旅の目的、性格ハンターの言うことは信じがたいが、食べることばかり考えないでよね。性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えいえい、おー、ああ、着陸する場所じゃないよね。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる実況おじちゃんどうする。玉界門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら俺たちの手間が省けたことになる。もしそんなバカなこと言わないで。まだ洋おじちゃんの実力を疑う。行こう、警戒を怠るなよ。これで万全だ。
争いに意味はない。やっ生死虚実一年同天元気勝負一角はっ気を逃さず動く。慌てない。まだこんな来たやっトリアダンス戦闘準備ふん考えてもよいしょ私をいじめるなよやっ同点元気勝負一角はズボお願いやった上がり旅をしている甲斐がある。旅をしている甲斐がある。
チャッキーやっターンはっ。これで万全だ。勝負一角このくらい、たやすい。一子同人にな。
これで万全だ。同天元気超無一角はっ。おうクモヤッドリア。この程度超無一角はっ。でもやっお願い。やった上がり血を開けよ。さあ炎のエリオ断ち切れ。ポリ
このくらい怪しい。同天元気勝負一角はっ、おー、すまん、やっ、過ぎ去ったことは重要ではない。後悔しても遅い。気を逃さず動く。直してやろうか。よいしょ。争いに意味はない。考えても。生死拒絶。一年の同天元気。勝負一角。誰にも止められないよ。と、た、よいしょ。炎のエリオ、断ち切れ。やっ。過ぎ去ったことは重要ではない。お願い、やった、上がり。
過ぎ去ったことは重要ではない。Thank you.
同天元家聖武一角。はっ、おお、慌てないよいしょThank you.
今日の所持もアーカイブに記録する予定だ。サボってる人は見当たらない。まさかゴシッパーはここにはいないのかな。噂が広まり始めている。まずは周辺で情報収集しよう。Thank you.
過ぎ去ったことは重要ではない。同天元気超無一角はっよいしょふん、たっ慌てないこれわしをいじめるな炎のエリオ断ち切れ俺で万全だ一子同時にな運よ来いと下手に動くなやっ同天元気超無一角はっにも止められないよ。
同天元気勝負一角はっ慌てないほらクモやっお願いやった上がりトリア過ぎ去ったことは重要ではない。さあ、おう、よいしょ、その手かな。同天元気勝負一角来いお願いやった上がりトリアクモやっよいしょよ、断ち切れ。
同天元家聖武一角。はっ、運よ、来い。タッ！同天元家聖武一角。誰にも止められないよ。
下手に動くな。慌てないよいしょ、許せどう天元拳、超無一角。